パリゴリンバドミントン混合ダブルス銅メダルの渡辺優太と東野有沙がペアを解消することが16日、明らかとなった。所属チームのビプロジーバドミントンチームと渡辺が発表、渡菓子の愛称で親しまれ、連覇のかかる20日開幕のダイハツジャパンオープン2024が最終戦に、渡辺は混合ダブルス、東野は女子ダブルスで現役を続けるという。 綿菓子がペア解消へ渡辺裕太が発表に使った一枚の写真。渡辺はインスタグラムを更新、お知らせ、と題し、いつも変わらぬ温かいご支援ご声援をありがとうございますと挨拶した上で、8月20日火曜日から行われるダイハツジャパンオープン2024を最後に、ペアを解消することとなりましたのでお知らせいたします、と発表した。 東野とは中学時代からのペア、続けてペアを組んで13年、自分自身を大きく成長させてくれた13年でした。勝ち負けも喜びも悲しみもバドミントンコートで起きた全てを共にしてきました。感謝しかありません。感謝してもしきれませんと記した。コーチ、スタッフ、スポンサー、関係者に順番に感謝を記し、今後ともご指導ご弁達のほど、よろしくお願いいたします。 とメッセージ。最後になりますが、ダイハツジャパンオープンで皆様にお会いできることを楽しみにしています。ぜひご来場いただき、会場で応援していただけると嬉しいです。横浜アリーナでお会いしましょう。と呼びかけた渡辺と東野は、先輩、ゆ太たくんと呼び合う間柄。仲の良さでも注目を集めていた。渡辺は13日にテレビ番組に生出演した際、 一般女性との結婚を電撃発表していた。リプロジーバドミントンチームの公式サイトによると、渡辺は混合ダブルスで、東野は女子ダブルスで活動していく予定という。二人のコメントは以下の通り、渡辺裕太、いつも温かい応援をありがとうございます。ペアを組んで13年、感謝しかありません。二人だからここまで成長できたと確信しています。 二人での最後の試合となるジャパンオープンでは、最後まで楽しんでプレーしたいと思っています。ぜひ、見に来ていただけると嬉しいです。今後も二人を温かく応援していただけると幸いです。東野有沙、13年間ペアを組みここまで来ることができて本当に良かったです。たくさんの歴史を作れてすごく幸せでした。ゆうたくんとだからここまで来られたと思います。 私のもう一つの夢であった女子ダブルスで世界の頂点を目指したいという夢を叶えられるように、またこれからも頑張っていきたいと思います。本当にたくさんの方々のご尽力のおかげでここまで来ることができました。まだまだ強くなりたい、トップを目指したい、という思いが強いので、これからも応援よろしくお願いします。